はい、こんにちは、ウェブじいさんです。今日はですね、キャンプの様子をですね、ちょっとご案内したいなと思います。今日のお相手は、伊勢凛ちゃんです。こんにちは、伊勢凛です。凛ちゃんはどんな方ですか？ゆるキャンをこよなく愛す22歳学生です。凛ちゃんに憧れてソロキャンパーを目指しています。ゆるキャンの凛ちゃんのようにですね、クールな方のようです。詳しくはですね、置いといてですね、さて本題です。今日は、ゆるキャンの聖地ふもとっぱらキャンプ場へ行ってきました。ふもとっぱらキャンプ場なんですね。私も行きました。先ほど、たぬき湖から、長者ヶ岳 でトラッキングをしまして、その足で、ふもとっぱらキャンプ場に、来ています。だいたいたぬき湖から20分ぐらいですかね。新富士インターからはですね、車で約40分、朝霧高原にあります、もうバカでかいキャンプ場ですね、キャンプサイトです。そうなんだ。とにかく広いです。へえ。まあ、チェックインした後ですね、テントは空いているところ、そこならどこでもいいよということで、テントのサイトを設置した次第です。ジジキャン。もう雨は止んでたんですけれど、ちょっとまだ、曇り空が続いてました。ここをですね、右折して、そして、管理棟の方に向かっていきます。ここから入るんだね。ちょっとですね、テントを張る場所をいろいろと考えていました。設営場所が決まって、そして、いよいよテントを張っていきます。テント設営頑張ってください。テント設営終了です。設営お疲れ様でした。ふもとっぱらキャンプ場、周りを見渡せばですね、もうここは何か、スノーピークのもう展示場じゃないかなっていうぐらいにですね、ちょっと黄土色というか茶色というか、そういった色のテントばっかりでしたね。ワンポールテントとかね、まあ、でかい、ドームテントとかたくさんありましたね。広いですね。まあ、設営する場合はですね、トイレに近いエリアがいいですよね。まあ、もちろん、いろんな方はいらっしゃるかとは思うんですけども、やっぱり、トイレに近いエリアっていうのが一番いいです。本当だね。シャワーですけども、まあ、お風呂もありますので、結構広いお風呂、まあ、シャワーだとですね、シャワーは嬉しいよね。薪を起こすんですけども、ちょっとですね、焚き火台がちっちゃいということで薪がはみ出てしまいました。焚き火はつけるまでが大変ですよね。火吹き棒でですね、フーフーしながら、ようやく焚き火に着火完了です。着いた。日が落ちてくるとですね、まあ、焚き火の明るさ、これがいいですね。いい感じです。焚き火の炎って綺麗ですね。ステーキ肉、ステーキ肉はうまい。ただ単にですね、肉を焼きます。そしてステーキソースかけます。これで十分いいです。じゃあこれ火加減難しいね。あるけど、うまそうではないです。うまそうや。これいい感じじゃないですか。こういいじゃん。なかなかいいよね。よし、これはもう多分これで完成だね。ちょっと味は分かんないけどね、餃子とね、
バターだから、まあ、これはまずかろうはずがない。頑張るからと言いながらポテトチップスを買った分今日ぐらいいいじゃん。いいよ全然。次の日は夜9時11分です。辺りはもうすっかり真っ暗です。今日は月もなく曇ってるので星もなく真っ暗です。相方はトイレに行って迷ってしまいました。トイレはねやっぱりなるべく近いところがテント場と近いところがいいですね。ではちょっとウイスキー飲みます。早めに寝ないとね、今日は昼間山を登ってきたので疲れてます。今日9月15日、ただ今年はね異常に暑かったっていうのもありますけども、今でも多分気温は17、18度、20度ぐらいあるんじゃないですかね。そんなに寒さはないんですけど風がちょっとありますね。ただやっぱこれから、少し寒くなってくるのかなっていう気はします。おやすみなさい。おやすみなさい。朝の5時半です、テントから出ると寝ぼけて何を言ってるのかよく分かりませんけれど、まあ、とりあえず朝です。おはようございます。朝の富士山はねとっても綺麗でした。綺麗ですよね。これがね、相方のテントですね。まあ、2人用のテントなんでちょっと1人でひどいですね。そして、いびきがうるさいんで私は別のテントで寝ました。これは、人用のテントなんで狭いです。いびきがうるさいんですね。振り向きざまの富士山、とっても綺麗でしょ。何度見ても綺麗です。テントのね、後ろから見る富士山です。これもまたね、本当絶景でした。ロケーションは本当に最高です。私もわかります。私らのテントはですね、緑なんで目立つっちゃ目立ちます。他のテントがね、茶色系のテントばかりなので、目立ちます。富士山がドーンなので、まあ、とっても、素敵です。まあね、このふもとパラキャンプ場、ここが一番の魅力です。ユーキャンで使われたっていう理由もよくわかりますね。うんうん、わかる。朝は、まあ、少し肌寒かったのでちょっとフリースなんか着たりしてます。朝のコーヒータイムです。なんでこういう風に外で飲むって美味しいんでしょうね。コーヒーうまい。何度も言いますが、この富士山ドーンはもう見ておくべき風景ですね。これはもう見ないともったいない気がします。そのくらいに、富士山がもう迫ってきます。正面に見えるのがトイレとそれから炊事場が兼ねてますね。トイレはねちゃんと温水トイレになってますし、とっても綺麗です。トイレとか綺麗そうですね。
こう歩いてると、まあ、緑のテントが目立つので他のテントはね、茶色っぽいんで見にくいですけども、ものすごく目立ちます。朝はねチキンラーメンです。眩しい？どれどれ。ああ、これは眩しいわな。すごいね。ゆず卵、ゆずチーズ。今3分間。あ、違う、3分間。え、おい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 、うまそうではないか。いい感じだよ。うまい。美味しそう。撤収作業もすっかり終わりました。で、まあ、辺りきれいにしまして忘れ物がないことを確認して、テントサイト撤収完了です。よし、忘れ物なし。忘れ物はない。バーカせっかくだから朝霧牛乳飲んでみましょう。富士宮焼きそばを食べて帰ろうかなと思ってます。ミックス700円で目玉焼きが50円、安い。おばあちゃん頑張ってますね。富士宮焼きそば、一気に食べますね。ふもとっぱだから一番近い、温泉だということです。温泉うらやましいな。甘味とゴミステーションシャワーがある金山テラスはこちらです。そして売店トイレ草原中央トイレはこちらです。テントサイトはこのようになっていますが、富士山を見るのには MNB あたりが良いんじゃないですかね。広いので夜間迷子にならないように注意してください。はい、いかがだったでしょうか。ふもとっぱらキャンプ場ゆるキャンの時にはね、なかった、草原中央トイレというのがですね、新しいトイレが2019年にできて、まあ、温水トイレなんかですねあって、アメニティも向上しています。まあ、富士山を独り占め、まあ、正確にはね、来てる人それぞれが独り占めっていうことなんでしょうけれど、まあ、こんなね、素敵なキャンプ場は他にはないんじゃないでしょうかね。うんうん、わかる。もう聖地になるのも納得です。では、今回はこれにて。りんちゃんもありがとうございました。次回も期待してます。さようなら。さようなら。さようなら。